今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は四条寺町の浮屋さん行ってまいりましたよ。京都の、蕎麦屋さんですね。ミニ天丼セットにいたしました。天丼セット結構多いですね。1070円安いですよね。ここのねお蕎麦も僕非常に好きなんですよね。前もっと細かった気がするんですけども、蕎麦自身が、ちょっとなんか蕎麦が変わってる気が しましたね。前もっとねもう極細でめちゃめちゃ細かったんですけども、割とまあ細めかなぐらいの、蕎麦に変わっていた気がいたします。写しとか変わったのかな、そっかなんか経営方針が変わったんでしょうかね。で、蕎麦が食べたかったので、言ったんですけど、これひょっとするとミニ天丼にすると蕎麦の量が少ない気がしてたんやんな。これで行くならなんか普通に天ざる蕎麦とかを言って、蕎麦をいっぱい食べたかったなと後で思ってたんですけど、でネギを、天つゆにつけて、食べるっていう技を最近覚えました。ネギを天つゆにつけて蕎麦の上に乗せて、食べるという感じですね。でこれ、お芋かなと思ってたんですけど、後で食べたらナスだったので大喜びしておりましたが、でインゲンさんですね。またいつものようにかぼちゃが乗ってます。なんでかぼちゃあんのかな、かぼちゃ好きな人やっぱ多いんですかね。かぼちゃいらんねんなほんまに。サクサクの大好きなエビ天でございます。エビ天はもうほんま優勝ですね。もう天ぷらもエビ天だけでもあれば最高です。あとナスか、このおナスはもう、食べたいですねやっぱりね。これナスかな、なんか分かってませんねこれ。海苔もいい感じですね。これで蕎麦湯はそんなに白濁しておりませんでしたが、飲んだら美味しかったです。蕎麦がもうちょっと食べたかったな。でもここはここの蕎麦も大好きなのでございます。場所はこの辺です。寺町を上がったところですね。というところで、浮屋さんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。